はい、どうもすいません。動画をですね、いっぱい再生していただいてですね、本当にもう申し訳ありません。はい。で、今ちょっと、これ、あれしたんですけど、ちょっと天の声がですね、天の声が来ましてですね、この話をですね、もう何回もしてるんですけど、私が好きなね、音楽がですね、まあ、いっぱいあるわけでございますが、まあ、その中でもですね、やっぱりカシオペアで、人生ほとんどカシオペアにね、今もね、今も聞いてますよね、ずっとね、聞いてますんでね、本当にね、何回聞いてもね、飽きないんですよ。なんか斎藤ひとりさんはね、なんか飽きないっていうのは飽きないから飽きないんだっていうね。あ、すいません。斎藤ひとりさんは全然最近聞いてないですね。いろんなこうね、すごい方がね、本当にね、同じ人間なのにですね、ね、すごい方ってたくさんいらっしゃいますね。本当に。それでですね、私もですね、私自身もですね、別に大したピアノが弾けるわけでもないんですけども、それはわかるんですけども、でも、やっぱりですね、もう誰よりも音楽が好きなんですよね。もう競争じゃないんですけど、競争じゃないんですけど、まあ、この音楽がどれだけ好きかっていうかですね、そういうことでございましてね、今もね、井上彰さんっていうね、いつも言ってももう井上こう言ってますけど、レンズマンですね、レンズマンですよ、レンズマン、アルフィーですよ、アルフィーね、ジ・アルフィーですよ、あれの、番組ですね、和田加奈子さんっていうのかな、それちょっと見てるんですね、俺も見てんですけどもね、あとアジアっていう曲ですね、そういうのを今見てたんですけど、動画ですね。あとね、ショルダーキーボードとか、最近、向谷さんの動画出られましたね。ああ、ええな、ああいうふうにできたらいいなと思うね。ちょっとね、私もちょっと、ちょっとね、やっぱね、こう、聞くとですね、やっぱ音楽っていいなって思う。本当に音楽っていいなと思うんですね。あ、この間ね、いちご白書をもう一度のですね、ことを喋ったらですね、あの方のですね、60回になっててね、びっくりしたんですよ。やっぱりですね、音楽好きな方はですね、もう日本にもたくさんいるなと。外国はもうすごいですけどね、まあ、外国も世界でね、すごいですけどね、音楽っていうのは飽きないんですよね。はい。それで、まあ、今日か、まあ、カシオペアのね、話はね、もうまたですね、もう、天の声が降りてきますのでね、ハイヤーセルフっていう言葉はね、嫌いな方もね、多いと思うので、ね、天の声って言ってるんですけどね、降りてくるとですね、喋るんですけども、まあ、カシオペアの話はね、もう、またね、また機材の話とかね、QX1 ってね、QX1 が欲しいんですよね、私ね。まあ、あれね、QX1 好きなんですよね。QX1 はね、もうカシオペアとか聞いてなかったらね、買わない。あれ40何万円したんですよね。本当にね、もうどうしようもないっていうかですね。まあ、エレクトーンの方とかもね、もうみんなね、そうだと思うんですけどね。ね、ひどい、なんかね、ひどいっていうかね、ひどいっていうかね、まあ、富田勲さんからね、始まって、まあ、またそういう話はね、またね、また徐々にですね、録音したいと思うんでございますがですね、まあね、それで庄司先生ですね、もう銀河鉄道999でね、やっぱりですね、QX1 なんですよ。でもフロッピーがでっかいんですよ。フロッピーがね、こんな話するとは思ってなかったんですよ。フロッピーがですね、座布団1枚ぐらいあるんですよ、大きさがね。いや、そんなないですけどね、そのくらい大きいんですよね。でもすぐ壊れるんですよ。ね、フロッピーディスクってね、今も私もトリニティっていうのやってるんですけど、トリニティってキーボードですね。そっから止まってんですよね。DX7 はどうもね、なんか全然使えなかったですね。DX7 ね。DX7 はダメだったんですよ。
で、それはまたね、また別な話で、また今度はします。はい。それでですね、クロスポイントが出てきたね、クロスポイントですね。クロスポイントから始まったんですよ。このサウンドですよ。このね、これがね、わからないと思うんですよね。みんなね、わかんないと思うんですよ。このクロスポイントのこのですね、なんていうか雰囲気っていうかですね、これなんですよ。これ、他のもみんないいんですけどね。ミキシングとかなんですかね。わかんないですけどね。だから違うんですよね。ミキサーの方もね、指揮者みたいなもんですよね。だから、ミキシングとプロデューサーとかね、わかんないですけど、このサウンド感ってね、なんて言えばいいんですかね、クロスポイントなんですよ。これから始まったんですよ。それで LP レコードなんですよ。LP レコードをね、貸してくれた方がいらっしゃる、今日は名前は言わないんですけどもね、お前これちょっと聞いてみろよっていう感じでですね、それでその方はね、ちょっとね、もうすごいベース弾きなんですよ。ね、プロになったんですよ。すごいんですよ。それでね、今どうなさってるかちょっとね、わかんないんですけどね、すごいベースね、もう本当に、チョッパーベースですよ。チョッパーベースですよ。スラップ奏法ですよ。チョッパーベースね。めちゃくちゃすごかったですね、あれね。それで、すごかったな。それでね、バンドをやろうっていう、なんだかわかんないけど、覚えてないですけどね、バンドやるようになったんですよ。バンドね、カシオペアのコピーですね、カバーですね。で、その最初にですね、クロスポイントね、聞いた時に、LP レコード聞いた時ですね、これももう前にも何回も言ってんですけどね、もう動画消えちゃったので、3万本ぐらい消えたのでですね、今やっとね、3000本超えたんでね、ちょっと10分の1ぐらいね、復元、できましたけれどもね、はい、頑張りますね。まず1万本ぐらいまでね、おしゃべりしたいと思います。音楽もやりますけどね、はい、それでですね、なんでか分かんなかったんですよ、これね、1回目聞いたときね。え、な、ね、え、な、な、何、何、何っていうね、何って感じだったんですね。で、それまではですね、私はね、なんですかね、リチャード・クレイダーマンさんがね、やっぱね、もうめちゃくちゃね、もうこれもう衝撃ですよね、リチャード・クレイダーマンさんね。本当にね、その前、ポール・モーリアさんですよね。ポール・モーリアさんも大好きだけど、ピアノもちょっと出てくるんですけど、やっぱりね、ピアノメインになってるリチャード・クレイダーマンさんなんですよ。あと、宇宙戦艦ヤマト聞いてたんですね、サウンドトラックね。それで、羽田健太郎先生がね、っていう方をね、羽田健太郎先生してね、羽田健太郎事務所にね、フォローしていただいてですね、ツイッターですね、ツイッター3個でやってるんですけど、3個っていうかね、見てるだけですけどね、ほぼね、フォローしていただいてですね、プロのね、事務所がね、フォローなんかしないですよね、こんなにね、一般のね、なんだかわかんない だから、私は宇宙戦艦ヤマトいっぱい弾いてきたので、いっぱい弾いてきてまた弾くんですけども、また復元中なんですけども、アレンジとかもね、なんかね、ちょっとでいいからなんかできたらなって思うんですけど、なんかね、ちょっとね、だから、完全コピーもね、それは楽しいんですよね、やっぱりね、アドリブのコピーとかね、できたらね、もう超嬉しいですよね、だからさっきの、KX5 っていう、KX5 わかりますかね、KX5、QX1 じゃないですよ、KX5 ですよ、KX5 持ってないんですよ、私ね。持ってないんですよ。あれかっこいいですけどね。もうでもね、おじさんになったからね、もうちょっとね、でも関係ないのかなね、やっぱりね、向井さんがやるとね、かっこいいな、だから人間ってやっぱ年とかじゃないの、かっこいいなと、すごいな、葛飾トリオってあるじゃないですか、あれがね、やっぱりね、ちょっとね、やっぱりね、ギター入ってほしいなと思うんですよね。これすいません。すいません。すいません。本当に、でも本当そう思うんですよ。
向井さんのバンドあるじゃん、そういう動画出てるじゃないですか、出てるじゃないですか、出てるじゃないですか。で、やっぱね、だってみんなプロの方はね、何でも弾けるわけですよ。だからね、ああ、そうだ、桜井さんのね、レッドゾーンで、レッドゾーン前出てたんですよ。あれ、すごいもんな。でも、カシオペと全然違うんですよ。全然違うんだけど、あれ、すごいなって、バースデーライブですかね。桜井哲夫さんのね。いやー、やっぱすごいなと思ってね。キーボードの方、すごいんですよ。またね、ピアノのね、スペインとかね、スペインもね、最近聞いてないですけどね、スペインね、本当にね、なんかね、違うんですよ、本当、血が変わるんですよ、だからね、もう何の話か全然わかんなくなりましたね、どうもすいません。クロスポイントに戻るんですよ、クロスポイントね。で、何これ、何がこの、何が、どこがいいのって、何なのって思ってたんですよ、ずっとね。だけど貸してくれたから、しょうがないっていうかね、そのね、当時はですね、その音楽が貴重なわけですよ。わかりますかね、これね。で、私は某ギターの学校行っててですね、でもギターって難しいなと思ってね、やっぱりね、ちょっとね、ちょっと私は無理だったんですよね、やっぱね、ギターね、好きなんですけどね、それで、ギター好きなんですよ、ギター弾くの、ね、弾いててもまあ好きだったんですけど、難しすぎてですね、難しいな、やっぱね、あれギターってね、クラシックギターですよ。それで、まあちょっとね、もう挫折しましたね。何回もね、やり直そうと思ったんですけどね。だけど、やっぱりね、そういうのとかもね、わかんないんですよ。何にも知識がないからね。インターネットもないですね。今ね、南アシュタルレディオさんってずっと言ってますよね。そういう話をね、この当時とかでも聞ければですね、もう何十年前ですよ。全然、なんか生き方だって変わってくるんですよ。情報一個でですね。だからね、本当にね、悔しいんですよ。本当にね。だから一生懸命やってんですよ。もういろんなことですね。本当にね、たった一個の情報でですね、本当に小さな情報でですね、人間の人生なんてガラッと変わるんでございますよ。本当にね。だからね、この貴重だからね、何回も聞いたんですよ、クロスポイント。そしたらですね、だんだん、何これっていう感じになってきたんですよ。そしてね、今、まあ今日聞いてもね、やっぱりこのなんていうか厚みっていうかですね、あとね、カシオペアのアルバムもいっぱいありますけどね、やっぱりですね、やっぱ一番人気あるのミントジャムスだと思うんですけど、わかんないですけどね。やっぱね、やっぱスーパーフライトだって全然違いますね。スーパーフライトピアノでなさってるね、ピアノが入ってるかね、スーパーフライト好きですけどね。やっぱりですね、クロスポイント、クロスポイントで始まったんですよ。それとですね、もうこれもね、何回も入れてるんですが、U っていうですね、U っていうバンドがあるんですよね。これはね、もう本当に、もう誰も知らないですね。すいません。いや、そうなんですよ。ピッキースリッカーですよ。ピッキースリッカーね。これちょっとね、タイトルの2つですね。やっぱね、ピッキースリッカーを聞いたんですよ。本当にね。で、それもね、最初なんだかわかんないんですよ。で、変拍子なんですよ。ついていけないんですよ。変拍子とかね。変拍子とか私は、まあ今でもあんまり好きじゃないっていうかですね。だけど、でも変拍子じゃないとダメなのってあるんですよ。やっぱりね。でもね、無理やりなんか4分の4とかに私はしちゃうんですけども、やっぱでもね、例えばドカベンとかありますよね。あれ3小節なんですよね、イントロがね。これ4小節にしちゃうとね、やっぱダメなんですよ。3小節なんですよ。だからね、あと藤井フミヤさんの曲とかね、何でしたっけ。ドラマの曲ね。ほら、真実の愛ですよ。トゥルーラブですよね。そうですね。3拍子とかね。そういうのいっぱいあるんですよね。だから3拍子じゃないとダメなんですよ、あれね。やっぱね、もうそれで入っちゃってるからですね。
でもいいね、いいんですけど、いいんですけどね、いいんですけどね、いいんですけどね、もうどう変えてもいいんですけど、自由なんですよ、自由なんですよ、自由な、人生も自由なんですよ、もう何でも自由、何してもいいんですよ、何してもいいんですよ。だけど、もう思考の操作がされてるから、みんな蚤の実験の蚤なんですよ。飛び上がれないんですよ。蚤の実験ってあるじゃないですか。だからそういうこととかね、いろんなことがね、もういっぱい、もうこの動画再生ですね、いっぱい入ってますけどね、いろいろ分かってですね、本当にね、この数年間の情報っていうのはもうめちゃくちゃね、だから私40歳ぐらいからですね、本当になんか、なんかおかしいなって。なんで自分にね、今もお金ないからね、本当困ってんですよ。ね、困るんですよ、お金がね。だからね、お金ってなんだろうって勉強し始めてね。それでやっぱね、通貨発行権、通貨発行権、通貨発行権、モーツァルトの最後の曲はレプティリアンなんですよ。通貨発行権とモーツァルトの最後の曲はレプティリアンなんですよ。レプティリアンですね。そういうのが分かってですね、もうそれ以上の情報はもう今なんとこないんですよ。細かい情報がね、いっぱい出てきますけどね。このね、三角ピラミッドっていうのが分かればですね、もうそんなにいらないんです、情報はいらないんですよ。ね、この仕組みが分かればですね。だからあとはこの三角から出る方法とかですね。なんとかね、通貨発行権っていうね、通貨発行権。お金は紙であるとかね。お金は紙の、多分紙、ちり紙、花紙なんですよ。ティッシュペーパーなんですよ。ね。そういうのがね、分かればですね。それだけだから印刷すればいいんですよ、印刷ね。印刷、機械を持ってればね、誰でもね、通貨発行権ね、ちょっと通貨発行権に準ずるね、利権とかね、そういうのがいっぱいあるわけです。そういうこととかね、利権ですよね。通貨発行権は権利、利権ですよね。信用創造とかね。何言ってんのって、信用創造って何言ってんのね。だから分かってもね、まあ、今日はね、まあ、だって銀行ですよ。銀行に100円預けたらね、100円がね、何百円にもなるんですよ。そういうことなんですよ。ね、100円預けたらね、その100円をね、銀行の人は誰に貸してもいいんですよ。ね。そういうことなんです。だから100円が1000円になって1万円になっちゃうんですよ。100円預けたらね、そういう話ですね。いっぱい載ってますよね。それどうもすいません。それでですね、クロスポイントなんですよ。これがですね、やっぱりな、1曲目なのね、このね、1曲目のあれですよ。ね。スマイルアゲインですよ。スマイルアゲインをね、また私も消えちゃったからね、やりたいと思いますけどね。やっぱりですね、あとね、こう、なんていうの、ドミノラインが入ってますけども、こう、なんていうかですね、シンコペーションですね、シンコペーション。16分音符の裏打ちとかね、裏打ちですよね。だから、そうね、リチャード・クレイダマンには出てこないんですよ。リチャード、あんまり、まあ、出てきますけどね。出てきますけどね。シンコペーテッド・クロックって曲があるじゃないですかね。あれもね、すごくね。あれもまた連弾とかでやりたいんですけどね。すごい、いい楽譜持ってるんですよ。まあね、本当にね、編曲する人ってすごいなと、こう思うわけなんですけどね。やっぱね。あとやっぱりね、野呂一生さんのね、やっぱね、ジャズギターってすごいんですよ、すごいんですよ。だからね、最初の動画出てるじゃないですか、いっぱいね。いやー、あれはね、あれでやっぱね、やっぱり、ちょっとああいうのもやってほしいなってこうね、思うんですよね。ね、なんか面白いじゃないですかね。この間ね、ほら、最近ね、出てるじゃないですか、ほら、新しいドラムの方もね、すごいですね、あの方もね、もうね、変態ですね、やっぱね、すごすぎちゃってですね、もうああいう人がね、もうたくさんはいないです、いらっしゃらないですけどね、本当にね、すごいなと思ってですね、すごいな、で、そういう、なんかまあ、超越技巧とか、じゃ、はもちろんあれなんですけど、やっぱこのクロスポイントのですね、サウンドですよね。これはね、やっぱすごいね。なんかね、これがね、これどうやったら伝わるかな。やっぱ違うんですよ。
そんな感じでね、その夢中になってね、鼻垂らしてね、もう何にも考えないでね、もう女性のこととね、音楽のことしか考えないで生きてきましてですね、本当にですね、本当になんかね、そして今こんななっててですね、こんななっててですね、もう将棋連盟とかもね、もう野球とかね、もうそのいっぱい動画撮りましたけどね、やっぱりですね、大人がですね、ちゃんとしなくちゃいけないっていうかですね、やっぱりね、もう将棋連盟はちょっとね、もう許せないんだなってですよね、もうちょっと許せないんでね、もう本当がっかりなんですよ、ね、がっかりなんですよ、もうそういっぱい出てますよね、私のね、ページにもね、トップのページにもいっぱい書いてありますんでね、字とか読まなくてもいいんですが、図を見ていただくとね、すごいわかると思うんですよね、もうね、図を見ればもうわかるじゃないですか、わかるじゃないですか。でもね、なんでみんなね、だからそういうことじゃないんですよね、今ね、だから、それでこんななってんですよ、だから、ね、本当にね、嫌なものは嫌とかね、嫌いなものは嫌いとかね、ちゃんと言える社会ですね、忖度とかね、そういうのは、だからね、音楽好きな人はね、音楽好きな人で集まってね、やればいいんですよ。天皇好きな人は天皇好きな人だけで、集まってね、やればいいんですよ。天皇をね、国民を全員巻き込まないでほしいんですよね。で、宗教の方は別にいいんですよ。宗教もね、いいんですよ。もう私はもう宗教素晴らしいと思うんでね。それでね、でも会社の株とかは買わないでほしいんですよね。会社ね、無限の富ですからね。無限の富で買わないでほしいんですよね。それを別に否定しないと素晴らしいと思うんですよ。ね、仏教とかキリスト教とかね、全部ね、私はね、南アシュタール教なんでね、1円もお金かかんないですからね、南アシュタール教なんですよ。でも昨日もね、ちょっとね、それを否定するね、動画もね、喋りましたね、やっぱ思ったことをね、ちゃんとね、言わないとね、やっぱりね、子供に対してですね、ダメなんですよ。だからね、私は音楽好きだからね、もう音楽しかね、ダメなんだって言ってね、子供にずっと言ってきましたけどね、もうダメなんですよ、音楽しかね、音楽しかってことはないんですけどね、ないんですけどもね、別に何でもね、やらされればやるんですけどね、でもやらされるとかそういうの嫌なんですよ、嫌なんですよ。ね、もう嫌なんですよ。もう誰にもね、誰の言うことも聞きたくないんですよ。だけどこうやってね、尊敬する方のね、話をもう本当に聞きたいんですよ。ね、向井さんのね、もう大好きな神様なんですよね。本当にね、すごいんですよね。もう本当にね、すごいなぁ。オルガンのね、ちょっと音楽聞いてね、昔の、何年前のっていうと、オルガンの動画出てるんですよ。すごいなぁと思ってですね、やっぱりね。それでエレクトーンがやりたかったんですよ。でもなんかできないっていうかですね。やっぱちょっとなんか、エレクトーンでね、エレクトーンはね、すごいと思うんですけど、DTM をね、やりたいとも思わないですしね。やっぱりなんでしょうかね、なんか不思議ですよね、不思議ですよね。結局はですね、いい音が出ればね、それでいい、だと思うんですけど、そういうことでもないんですよ。やっぱりピアノを弾くってね、なんか、意味が、ないと思うんですよ。わかんないけど、ピアノを弾くことに意味はあるのかなって僕も考えるんですけど、でもやっぱりピアノとかね、ギター、ギター、ね、本当にですね、ギター難しいですよね。でも、例えばこう雑音が出てるね、かすれ音とかね、そういうの出るんですよ。キュッキュッキュッって音とかね。あと、この向井さん KX5 のですね、あれで言ってるね、チョーキングとかね、チョーキングとなんかね、動画見てくださいね。なんかこう、そういうことなんですよ。私、だから、なにわエキスプレスもそれで、あれですよ、ショルダーキーボードでね、面白い動画あるんですよ。あれなんだっけ、あの動画も撮りたいなと思うんですけどね。またね、今度ね、
今も乗ってますよ、乗ってますよ、なにわエキスプレスね。なにわエキスプレスも大好きでね、うん、やっぱりね、カシオペア、スクエア、なにわエキスプレスね。あと U なんですよ、U なんですよ、ピッキースリッカーなんですよ。ピッキースリッカーなんですよ、これはすごいんですよ。ね、ピッキースリッカーすごいんですよね。あとプリズムですよね、プリズム。あとね、あの、ほら、プリズム。プリズムってほら、プレイヤーズ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 乗ってますかね、プレイヤーズね。プレイヤーズのレコード買ったんですよ。うん。もう、メンバーの名前とかね、わかんないですけどね。それで、チキンシャックとかいろいろ出てきましたよね。あ、もう、でも全然、なんかね、うん。でね、あんまりやっぱりですね、難しいか、大野雄二先生ね、大野雄二さんのね、昔のジャズの、あ、フュージョンのね、すごく、やっぱいいですけどね、あの、本当にマニアックなんですよね、でもね、だから、難しいじゃないですか、うん。うん、あと、ケニー G さん。ケニー G さんになるとね、あの、ケニー G、G さんって、あの、サックスのですよ。うん、ね。あの、まあまあ、いっぱいね、あの、いっぱい、こう、もういろいろね。ああ、そう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 。何の話ですかね。あれですよ。あの、オクターブ奏法ですよ。オクターブ奏法じゃなくてですね。あの、ほらほらほら、ほらね。変拍子が出てきたからね、こう、頭にこう、どんどんこうね、こう、かんで、ジョージ・ベンソンで、ジョージ・ベンソンのね、ジョージ・ベンソンテイク5でね、あの、ほら、違うか、うん、まあ、ジョージ・ベンソンですね、こう歌いながらね、こう、あれね、アドリブをね、こう、もうね、うん、なんかね、もうなんかすごいんですよ。何言ってんですかね、もうめちゃくちゃになって、あ、どうもすいませんでした、思ってね、まあ、全然まとめる、でもね、あの、ほら、音楽が好きだっていうね、音楽がね、このいちご白書をもう一度のね、動画もね、再生していただいてね、本当にね、うん、なんか伝わればなと、こうね、クロスポイントはすごいんですよね。すごいんですよ、これがね。で、ミントジャムスよりクロスポイントですね。クロスポイント一番好きですね。やっぱこれから始まったんですよ。わかりますでしょうかね。で、俺、26分も経っちゃった。どうもすいません。すいませんでした。はい。また録音します。どうもすいません。失礼します。はい。ごめんなさい。許してください。はい。